北海道経済のこの再生というのは明るい兆しが見えてまいりました。この経済再生を止めることなく、さらに前進させる、今の野党では絶対できない。稲津久志が頑張ってまいります。民主党の小平忠政です。なぜ私が稲津さんの応援するか、皆さんびっくりしたでしょ。実は私は今度は立憲民主党ですかって言われたんですよ。いや、私の政治理念政策は今の立憲民主党と違うと。じゃあ後の選択肢、自公なのか、あるいは共産党と手を組んだ立憲民主党さんなのか、もう選択肢はっきりしてますよね。私が民主党で国家公安委員長をやりました。その時にちょうど北朝鮮がミサイルを飛ばすと、そういう情報が入って陸に落ちたら国家公安委員長の責任だと。警察関係はもう大慌てでした。でもあの時に分かったことは、日本は何もできないんですよ。これは我が国の法律の不備です。それを痛感しました。今の段階で北朝鮮に核を諦めさせる、それにはしっかりとした行動信念を持って日米安保を基礎にしてやっていく安定的な政権がなきゃいかんですよね。それが私の危機意識です。私はこの選挙ではいわゆる安定政権、自公政権に頑張ってもらいたいと、そういうふうに口を立てた次第です。私は地元が宮城県仙台でございまして、東日本大震災を被災者の一人で、ございます。で、あの当時の実は内閣というのは菅総理大臣、この立憲民主党の蔡国務、そして代表の枝野さん、これは官房長官、もう内閣の要だったわけです。福島で原発事故が起きた、菅総理、現場に介入したために逆に混乱をしてしまう。で、被災者の皆さん、どっちに逃げていいかわからない、その間に亡くなる人も出てくる、そのことを今も思い出しますと怒りを禁じ得ないわけでございます。そういう人たちがなんか名前を変えて、出ている、もういかにしてもらいたいと、この戦い、まさにそういうことにきちっとけじめをつけなければいけない、自民党公明党の連立与党のその代表が、この地域の代表が稲津久志候補でございます。余すところあと3日間の選挙戦でございます。どうか皆さん稲津久志さんに力を貸してください。なんとか助けてください。心からお願い申し上げます。